誰か助けて、皆さん、こんばんは。はい、こんばんは。僕のラジオ。ようこそ熊本ミートアゲインストーリー5、下北沢ガレージにようこそいらっしゃいました。イエイ、ありがとうございます。はい、今日は3つ素晴らしいバンドが、あ、3つ言うたらうちも入るね。うちと素晴らしいバンドがあるやつありますけれどもね、ゆっくり楽しんでてください。マイショーです。はい、今日はね、熊本からやってきましたよ。熊本から飛行機に乗って、はい、へーってやってきました。はい、なので一生懸命頑張りたいと思うんですけども、今お送りした3曲は、まあ、オリジナル曲です。最近アリマッチの曲を書き始めたということです。曲書いた件ってベースのリフだけなんですけど、それに、まあ、メロディーの歌詞をつけるというですね。で、次の曲はですね、まあ、大体ふざけた歌を私は書いてるんですが、で、毎日を描紙、なんていうんですか、モチーフしたような歌、私が買い物行った時に、あ、こういう歌いいかもって思った歌を聴いてください。そこでの女模様。
ネギの底根はなんぼですか。骨ネギ。熊本はね、1円とかあります。土曜日の、あみきちゃん、土曜日のね、夕方とか、明日休みの時とかね、1円とか。あるよね、1ケース、この間もレタスただ。欲を出して持って帰ったらね、25個ぐらい入ってて。ちょっと日本時間ちょうだいって、何するんでしょうね。阿部ちゃん、アームを忘れてきましたよ。大丈夫ですか。大丈夫、これです。はい、前回の熊本ミートアゲンストーリー、 ここが初回だったんですよ。2年半前、あの時に来てくれた人は一回拍手をお願いします。3、はい、あれ、じゃあ一回で言うよ。な、3回も4回も一回よ、せーの。うわ、ほとんどありがとうございます。あれからですね、ずっと熊本でやってたんです。で、たまには東京でやりましょうよってスティングさんに言ったら、今日が開催されるわけです。あの間にね、熊本地震がありましたよ。皆さんすごかったですよ。でも14日が前震で、15日のその明けて16日が本震があったんですけれども、その瞬間に私の友達のミュージシャンの人たちはもう全員もうね、募金とかし始めてくる。本当ここのね、場所を変えてお礼を言わせてください。ありがとうございました。ご礼本当に、ね、だからといってまだ全然復興の途中なんですけれどもね、これからもですね、まあ、それを言ったらね、いろいろと北海道から沖縄までいろいろなところが大変なんですよ。2分伸ばせって言うから喋ってますけれども。はい。長いね。そう。もう打ち上げ。もちろん打ち上げ一人で行ったんじゃないの。このベースの人がね、有馬和也言うてですね、有馬っちって。昔ビスっていうバンドでね、メジャーデビューとかしてるんですよ。その時の画像を見たら、ね、今半分しかないんですね。3分の1と言ってることではないっていうね。帰ってきた。帰ってきた。はい、有馬和也さん。大丈夫ですか。でもこの人すごくね、顔が広くて、面積とかね。ただね、今からね、今回の毎週のセットリストの中で一番大事な曲と私が思ってるのをやろうとしてる時に2分伸ばしてとか言う。A 型男ですわ。それあなた大型です。大型男。さあ、それではですね、今日はね、オンタイムで行ってバシッと行きます。次にやる曲は、このイベントの題名が熊本ミートアゲンストーリーというからには、熊本の曲をやろうじゃありませんかと思いまして、行ってみましょう。サンバおてもやん。やるか。そうです。すいません。ちょっとだらけてみます。本当はアレンジしかかってましたが、ちょっと私にぴったりな。ピッピピピピピピピでね。ピッピピ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 。おてもやんってあるんですよ。熊本のね、江津湖っていう湖があって、そこで花火が上がるとき、いや、いいんですけど、子守歌を一曲歌おうと思いますので、皆さん心を込めてお送りいたします。舞と小八千代、53歳、今日も一生懸命歌います。血液は大型です。五木の子守歌。大人の森を見
うちのお父さんがさ、出稼ぎ行ってさ、死んだとしても泣くのは裏の山の蝉だけっていう歌なんです。暗いでしょ暗いと思いませんか。でもね、五箇所であってね、兵器がこう落ちてきたところがとてもいいところがあるので、ぜひいつか遊びに来ていただきたいと思います。じゃあね、ちょっと有町のせいで2分も過ぎたので、もう今からですね、皆さんのご協力を得まして、ロックンロールをやってみたいと思いますよ。ロックンロール、はい、皆さん右手を上げてください。私とじゃんけんしましょう。最初はグー、あ、弱いね、みんなこの右手を左手の右手と交互にこうするんです。その時に左右に腰を振ると、あら不思議、腰痛が治りますもうちょっと上に振ると、あら不思議、肩こりが治りますっていうね、そういうやつをやってみたいと思う。それとね、続けてね、焼酎飲もうよっていうのね。熊本は米どころなので、米焼酎がすごくさ、美味しいです。そんな歌を私がふざけて書きました。ぜひ一緒に歌ってください。それでは行ってみましょう。ブシー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 、海落とし、レディース・エンド・ジェントルマン、焼酎の時間がやってまいりました。焼酎を飲むにはリズミカルに美味しく楽しく飲みたいと思います。まずはこちらから首をひねってみましょう。はい、もっとよ、もっと腕にをこう上げながら、いいですね。
ありがとうございます。ありがとうございます。ポーランドです。もう感じ。私のバッジ皆さん拾ってくださいこれ欲しい人はいじゃあ、適当に回してくださいいや、なんか投げてもいいですか失礼かないじゃないですか、投げても失礼ですはいじゃあです大黒巻仕様です。はい、いくよ。阿部さん
言いたいなと言っちゃった。はい、いくよ。焼酎飲もうよって言ったら焼酎って言ってくださいね。よろしくお願いします。